はい、カモフラチャンネルでございます。参政党の神谷被告が捏造疑惑というね、話なんですけども、立花さんのね、ツイッターを見てたら、ちょっとにわかに信じがたいようなね、ことを書かれておりました。なんかね、先日ね、立花さんが、その神谷被告をね、もう一回訴えると。被告にすると。いう話がありましたよね。NHK 党の幹部に反社とお付き合いをしている人がいるとか、ね、そういうふうなことを言っちゃったから、ね、立花さんが夜中までかかって訴状を自分で作ったと、いう話があるんですけども、なんかね、神谷さんがツイッターで、神谷被告が、神谷被告が、ね、自身のツイッターで、この動画のようなね、人とお付き合いをしているからどうのこうのみたいなね、なんかこと書いてて。で、なんと、立花さんのツイッター曰くですね、その動画を作らせたのが神谷被告なんだと。で、自分がね、反社の女にね、この動画に出てこういうことを言えと言っていたにもかかわらず、その動画をまた紹介して、このような人がいるんだと。ね、NHK 党ってこうなんだというふうなことをですね、いわゆる既成事実を作ろうとしているような行動をしていると。マッチポンプと、パコヘイと、いう話なんですよね。今の説明にちょっと伝わったかどうかわからないんですけども、なんかね、平塚さんっていう男性の YouTuber の方がいて、そのチャンネルに、いわゆる反社の女と言われる、金ちゃんと言われるね、女性の方が出ていて、で、その動画ちょっと僕はね、見てないんですけども、その動画をね、作るように指示をしたのも、神谷被告と。で、その動画に、その女性を出るようにお願いしたのも、神谷被告と。で、そのチャンネルのね、配信者である平塚さんっていう方は、途中で怖くなったから、ね、立花さんの方に寝返ったと。で、その、いわゆる金ちゃんと呼ばれている女性の方、僕も詳しくないんですけども、なんかガーシー関係の人なのか、何なのかちょっとわからんのですけども、その人と立花さんもコンタクトを取っていると。で、両方とも立花さんの味方なんだよと。それを知らずに、神谷パコク、いや、パコク、パコパコ、あ、パコヘ、神谷、パコ、うん、パコク、あ、パ、あの、被告は、神谷被告はですね、さもね、こういう動画を見てください皆さんというふうな形でね、党員に促していると。でもそれ実は神谷被告が裏で絵を描いてたんでしょということを、立花さんが暴露しているという話なんですね。僕も自分で説明しながらちょっとややこしいので何を言ってるかわからなくなったんですけども、いわゆるマッチポンプというやつですね。自分が言った発言で、それをね、裁判を起こされた。だから、正当化するためにこういうことを言っている人もいる。だから自分は、反社だと言ったんだ。みたいな感覚だと思うんですけども、大丈夫ですか？それがもし事実なのであれば、反社の女性にそのチャンネルに出るようにお願いをしたのが、神谷被告だということが事実なのであれば、反社の女性が無料でそのチャンネルに頼まれたからって、出ます？神谷さん、ギャラとか渡してないんですか？その女性に。僕が、はい、ギャラ払いますから出てくださいよ、はい。言ってないですか？それ、税金じゃないんですか？もし払ってるとしたらの話ですよ。それ、NHK 党に対して反社がどうのこうのって、神谷さん、神谷、もとい、神谷、パコク、神谷被告、神谷被告被告、ね。神谷パコ被告、ね。神谷被告被告。それ、あなたが NHK 党に対して反社がどうのこうのって、そんなお付き合いしてる人とは話しませんって言ってたのに、自分がお付き合いしてるじゃん。なんなら、ね、可能性の話ですけども、ね、ギャラ払ってるような状況的に、ね、そういうふうに思われても仕方がないような状況じゃん。神谷被告、大丈夫？焦りすぎじゃない？
焦りすぎてない？ねえ、必死なんですか？立花さんからの裁判が、または原告団からの裁判が怖すぎて焦って必死になんか頑張ってるんですか？印象操作しようとしてるんですか？もう党員さんたちは黙りましたよ。だってね、妨害行為だとかね、反社だとか、あなたが陽動して党員がね、それを喋っちゃうと、ツイッターで拡散しちゃうと、その党員まで立花さんも訴えるって言っちゃってるから。その原因はね、なぜこんなことを書いたんですかって言われた時に、いや、自分が応援してる参政党の神谷代表が、いや副代表、いや神谷パコク、神谷パコパコ、神谷総平さんがそういうことを言ってたから鵜呑みにして書いちゃったんですって、皆さん理由として言いますよ。それ全部神谷被告の責任になりますよ。というわけで以上です。徳島市より参政党と NHK をぶっ壊す。NHK の維新論を使わなければならない。